吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。3月の11日、町田駅の中心街の一角になります。左側は、中央駅というビルですが、電気が消えています。そして、この向こうは JR の町田駅、この向こう、この右手の方は商店街がずっとありまして、小田急の、町田駅に行きます。ところで、この暗い状態というのはどういうことかと言いますと、この信号の交差点の信号が消えてます。警察官の方が誘導をしてくれております。ずっとこの今日の地震以来、止まっておりまして、この状態です。まだその向こう側にこの JR 駅がありますが、鉄道は今日は止まったままということですし、道路のところにはパトカーが赤い、消えてこの赤いランプをつけて回転灯を回しています。それぞれこの中央部の方はこの信号機が続いてまだ回復してない状態です。この警察官の皆さん方による手信号で誘導されています。なお今日は町田市議会本会議が行われました。ちょうど本会議の最中に質疑の最中に地震が発生しまして、この施設の被害を受けましたので、このそのまま留会という措置を取りまして来週に延期になりました。行政の方は災害対策の本部を作りまして、それぞれこの各部門の掌握に当たっておりました。我々はその都度報告を受けまして、この必要な対策を練っているところです。町田市議会はこの年にとって3月の最も重要な議案がありますので、この今の状態をスムーズに円滑にしていくための方策を練っているところです。ただし私どもの町田市議会の本会議場はこの震災の被災がありまして、大きな中での被害もありまして、この本会議場は使用しないというような状況です。きちっとした点検を受けた後、前から被害の心配をされていたところですが、点検を受けてその後正式にこの使うかどうかの判断をしていこうということです。当面別の施設を使ってこの変則的な会議をやっていきますので、当然このインターネット中継ということも逆にできない、しばらくはできないということになるような状況です。それにつけてもこの今回の震災で被害を受けられた皆さん方、そしてまたこれからまだ二次的な災害も及ぶかもしれません。そうした皆さん方のことが非常に気がかりです。このスムーズな復旧を祈りたいと思っています。町田でもまだ交通機関が止まっているということで、大勢の皆さんがこの駅周辺にそのままいる状態です。とりあえず私はこの連絡がつく、いつでも動けるような状態で自宅にこの後は戻ろうという考えです。終わります。